戦893の礼儀作法、礼儀作法についてです。とにかく修行、挨拶、掃除、料理、一通りできるようになったら本格的な礼儀作法に入りますね。常識的なおはようございます、失礼します、ありがとうございますというこの3つが使い分けれるようになって、その後本格的な礼儀作法、要は立ち振る舞いですね。お茶出すって言っても、いらっしゃいませ、ありがとうございますって店員さんみたいな出し方、中にいるんですよ。本当にウェイターとか、水商売経験をした人がいて、そのお茶を出そうとすると、シュッとしすぎで、そんな店員みたいな出し方すんなって怒られてる人を見たことがあります。やはりちょっと違うんでございますね。洗練さというよりも、形なんですね。まあ、基本が杯ごと、神道にのっとる杯ごとに準じた物言い、立ち振る舞いになりますんで、ただ、その仰々しくやっておりますと、その時代とともに、やはり変えていかないといけないですね。もともとは、893の人たちっていうのは、坊主頭、短髪、いわゆる角刈り、当時だと角刈り、スポーツ刈りですよね。それが基本なんです。私はそれを聞いたんですよ。どうしてなんですかって、あのなって。朝起きた時に、身だしなみをする時間、櫛をしたり、このなんか髪の毛つけたり、そんな時間は若い衆にはないんだと。いつ何時何があるかわからん。パッと起きて、パッと動けるように。そんな時に髪の毛が乱れとったり、寝癖がついたなんて言っとれんのだって。ああ、なるほど。合理的なんだなと。それはそうだと。パッと顔だけ拭けばいいだけなんで、洗えばいいだけなんで、っていうことなんですね。ですから、そのことを聞いておりますと、寝ている状態っていう声を出しちゃいけないですよ。例えば、まあ、当番であってはいけないんですけど、うとうとって電話が鳴った時に、パッと、はい、太郎組本部とか、言った時に、太郎組本部とか言ったらもう偉いことになるんで、それが本当に癖がついてくると、朝早く起きても、ちゃんと皆さん出れるんですよ。声が、あ、寝てたの?なんていうことはないんですね。寝てても寝てない声を出せますよ、皆さん。びっくりしますね。ただ、寝た状態で喋るとわかるぞ。そんな時でも起きてから喋れっていうことを言われましたけどね。それはね、本当にびっくりしますね。まあ、そんなことがわかるようになって2、3年経って、部屋住みも終わり、運転手も減って、そんなことになると、まあ、本部、本家とか、その上のところについていくようになったり、するようになる。そこそこの3次団体、4次団体で修行して連れて行けれるようなぐらいになったら初めて本部、その上、3次団体、2次団体のところについていけれるようになるわけですね。そこの当番っていうのにはまたちょっと気合が入るわけですよ。っていうのは自分たちの組長が長でいて、その人は何もしない、その組長が自分の本部の当番に入るわけですから、電話を受ける当番席に座るわけですから、それはびっくりしますよね。自分の感覚だと自分で一番偉いと思ってる人が、そこでは、まあ私が言ったところは、組長も年も若かったんで、やっぱり年齢的には下の方なんですね。そこには幹部連中が、ね、上の人たちがいるわけですから。まあそれはそれは気を使うわけですね。へえなんて。逆に面白かったりするんですけど。